そして最後にご紹介していただくのが、はい、サンキューシリーズとなっております。グリーティングの王道と言われるものでございます。もう本当サンキューというパッケージギフトはですね、東亜の中でもかなり人気のシリーズとなっております、はい、人気中の人気でございます。本当商品もたくさんあって、こうフレーバーティーから、はい、あの王道のティーバッグ、はい、そしてミルクティーに至るまで、はい、非常に種類も豊富なシリーズとなっております。特に春先にやっぱり多く数、うん、まあ、いわゆる、まあ、バレンタインデー、ホワイトデー、歓送迎、母の日なんていろいろあるんですが、うん、今日常の、まあ、手土産ギフトっていうところかなり売れてて、久々に会われるっていう方も多いからですかね、うん、やっぱりそこに一つサンキューの文字が入ってるっていうだけでやっぱりちょっと皆さん手に取るようです。この夏ようやくこう会いたい人に会えたっていう方も非常に多かったですからね。そうですね、まあ、そういったところでやはり感謝を伝えるっていうのが結構日常的に なってきてるんですね、まあ、さっきそのクリックポストで送るっていうところもそうでしたけど、やっぱりね、その荷物からパカッと開けたらこうサンキューって文字があるとやっぱ一つ、そうですね、一つ いいんでしょうね。やっぱりただ伝えるだけじゃなくて飲めたりとか、はい、まあ、その先に体験があったりとかするとまた嬉しいですよね。そうですね、そういったところで非常に人気のシリーズとか、はい、また春先新しいものも出るんですが、今この通年商品として、まあ、特にまあおすすめさせていただきたいのはこのやっぱミート&グリートというシリーズ、まあ、まさにまあ読んで字のごとくあってご挨拶したいなっていうところで、まあ、これ紅茶のティーバッグに、タグをこれ手作業で秋田工場で、まあ、秋田の工場でつけて、まあ、手間がかかってるというか、まあカップに引っかかっているところにありがとうございますと、まあ、本当にグリーティングカード代わりに、まあ、送っていただいて、まあ、もらった方がお家に帰ってからまたその紅茶を飲んでもありがとうございますっていうのがタグで見えるところが2度嬉しいっていうところ。特にこのシリーズが人気なんですね。これね、本当定番だ、トップ中のトップなんで、ただあの工場としては作るの大変な商品、まあ、裏話としてはもうこれそんなに売れて原価率も高い高いんですよでこれ作るの大変なんであんまり売れると工場困るんだよねって言われるのがちょっと裏話ではちょっとあるんですけど、ね、嬉しい喜びではあるんですけど、まあ、それだけ皆さんに認めて使っていただいてる、まあ、それでまあ値段がですね税込みで378円なんですよ。確かにこれだけ手間がかかってて400円以内っていうのはちょっと正直合ってないんじゃないのって言われるぐらい、まあこういった引っ掛けティーバッグなんかは、まあ、割といろんな形で後発で出されているメーカーさんとかもあるんですけど、さすがにこの手間かかるミート&グリートみたいな大変だから誰も真似てくれないっていうか、追随しようにも、ね、できない。そうなんですよ、本当に 3SKU しかうち毎年出してないんですけど、本当にトップずっと売れ続けるっていう、本当かメッセージカード感覚で送れるっていうところが一番嬉しいところですね、はい、そうですね、まあ、本当にそういうバラエティー その雑貨屋さんなんかでもグリーティングカードのコーナーに置いていただいてたりとかするので、今本当市場にサンキューソーマッチのこのシリーズもそうですけど、はい、ありがとうございますシリーズ非常にたくさんあるので、はい、ぜひもうパッケージもそうですし味わいはどれも美味しいので、はい、もうそこはもう自信を持って、ね、はい、ご検討いただければ嬉しいなと思います、まあ、本当にこんなご時世ですから本当にやっと会える方に持ってって、まあ、普段のこの気持ちを伝えるっていうのは、う、ね、まあ、やっぱ雑貨さん大事なことなのかなって、ね、ギフトの中では会って伝えることもそうですし、こう送って伝えるっていうのも両方叶いますからね、はい、そうですね、ぜひこちらシリーズで揃えていただいて、はいはい、なんなら全商品サンキューで揃えていただいても本当ですね、ワンコーナー作れるかもしれないです。そうですね、はい、華やぎそうだなと思いますので、はい、ご検討いただければと思います、はい、ぜひ間違いございません、うん。